バリンシン末民発の軍人。馬屋軍の有力統領である。字は、君臣。海賊。兄は、馬木。老いにマホアオマ魔法、魔法、薫、馬中エがいる。幼年時代はモスクで学問に励んだ。後に武漢であった父の馬海縁に従い軍に入隊する。1906年頃からは、一旦商業に転じた。1911年に軍に復帰し、 生命鎮票左な統領に任じられる。さらに、冥海巡防魔法前立いる、冥海軍で、宝刀剣左な統領不評、第二英艦隊に移動した。1919年、冥海軍玉希望、勤務主体司令に任じられる。民国10年、艦編冥海鎮守使所参謀長に移動した。1925年、冥海軍は、表玉省率いる、 国民軍に編入、解組され、国民軍新編、第26市副市長に任じられた。1926年、官編令会森軍市所参謀長となる。1929年2月、青海省政府委員権建設長長に任じられた。翌年、官縮全省法案司令に任じられる。騎平第一市市長を兼任して、蘭州に駐屯した。 1931年8月、兄の馬木が死去したため、青海省に戻り、代理青海省政府主席となった。1933年3月、正式に、省政府主席に任じられた。また、西安行営、第二防区司令も兼任している。1935年11月には、中国国民党、第五期候補中央観察委員となった。 しかし1936年5月、馬木は、おいで、馬木の子であるマホカオルと対立し、青海省政府主席の地位を事実上、奪い取られてしまう3月。失意の馬木は、同年11月、メッカへ巡礼に赴いた。帰国後は故郷に居住する。1937年10月、国民革命軍第17集団軍副司令として、復帰した。 翌年3月には国民政府委員にも任じられた1945年1月26日病没、去年70、ありがとうございます。